お疲れ様です吉田さん「令和の虎」3億円事件ネタですかねネタなのか本当なのかを視聴者さんに考えさせる疑わせるってのもやっぱりコンテンツですよねうんだからその YouTube で表現されてることってあの嘘だから仕込みだからって言って起こるのは筋違いで、まあ、それも込みで私たちは見なくてはいけないってことでしょうね で、令和の虎ぐらいアクセスが集めるような番組だからこそ例えばああいった事件がバズるとも言えますし無名な人がね無名な人がなんかあの火事になりましたっつっても多分あんまりバズらないんじゃないかなと思うんですよそれは YouTube に全然引っかかんないっていうかねだからある程度 YouTube に信頼されてる時にドンと行くからまあアクセス急増みたいな感じは。 ありますけども、そもそも最初からね誰にも相手にされてない YouTubeJapan にも全然サージストされてないようなところがなんか炎上狙いやってもそれでも炎上しないっていうね <laughs> 本当になんかかわいそうな状況になるんじゃないかなと思います、うん、だからねたまたまね見ることがあるんですよね、うん、あの YouTube を引退しますみたいなねあの重大発表みたいな感じで YouTube を引退しますみたいなタイトルで,でチャンネル登録者6人とかね <laughs> 誰が気にしてるんやと思って。<laughs> チャンネル登録6人。再生数3。YouTube を引退します。<laughs> 重大告知。<laughs> たまたま俺が見てやったからいいけどさ。<laughs> でも多分チャンネル登録1万人ぐらいの人がその動画を見に来ることっての奇跡ですよね。だからそれにああの合わせて、私の方もね、YouTube を引退しますっていう動画を作って、 いや私じゃなくてこういうチャンネルの人が YouTube を引退しますって言ってますよみたいなネタ動画をぶっこんでいくと私の方はアクセス伸びると思いますけどね。<laughs> 釣り替えうみたいな気そうですけどねうん。だから元々その令和の虎ぐらい注目されてるからこそアクシデントかアクセスにつながるけども無名な人が何やっても無名なまんまというかね。<laughs> で無名な人が炎上狙いで何か仕込みをやったけども炎上すらしないからもう絶望的なね。<laughs> <laughs> なんかどこに行ってしまうみたいなのもありますけどね、うん、まあ面白いですよねそういうのも込みであのなんかそのチャンネル登録が3人以下の YouTube チャンネルっていうのをね一生懸命探してみるんですけどもうん結構ありますね、うん、でなんかその動画更新が昨日とかおとといとかねされてるわけですよでチャンネル登録3人とか言ってね <laughs> 3人のうち1人は自分自身でしょってそれからこの人は友達少なそうだけどもその少ない友達の2人がやってくれて合計3人かみたいな で、チャンネル登録はなんか誰かがしてくれてるんでしょうけどね、3人っていうから。でも再生数はゼロなんですよ。チャンネル登録した人ですら見てくれないって。<laughs> どんな関係だよと思いますけどね。うんまあ、そういうのをいやらしくも探す楽しみが YouTube にあるかなってとことですね。はい。まあでもね、うん、私の力でね、人気 YouTuber にさせてあげたいんですけども、さすがに <laughs>、 私の再生数とかね、チャンネル登録者数では、誰かを引き上げるまでにはならないのかなと。やらないよりマシぐらいのレベルでしょうね。って言ってらっしゃる。